ミサンジの B 級バラエティーカッコカリ。この番組は配信ばかりしていて社会性がゼロの二次三次ライバーと一緒に世の中の不思議や知らないことを分かりやすく勉強する超次元情報バラエティ番組です。あ、ひどいね。否定できない否定できないよ。また何も言い返せない。こんなことよ、書くなよ。いきなりモチベ下がるよな、この番組。ゲストに対して。まあでもうちは今日はね、うん、そうですね、永久バラエティーから来ましたんですけど、お越しくださって本当に、いや本当ありがとうございます。いやなんかもう本当にね、こんな辺境の地までね。いやいいんですよ、今日は2回目ですよね。それ言うと俺もまあ永久。いやありがとうございます。あ、なんか永久揃いかもしれないな。これは、あ、自己紹介やっていきますか。自己紹介やっていきますか。これどの順番なん。左からよ、それは。左取って。どうも、代理 MC で来させていただきました。佐々木咲也よー。よっ。うっ。うっ。そして。そして。イブラヒムと申します。おー。イブラヒムの名前について解説するね。なんピグライフはサイバーエージェントのコミュニティサービスアメーバピグ内で提供されていた農園シミュレーションゲームのこと。なんか名前変わっとるやん。2011年にサービス開始、2019年にブラウザ版は終了したんだけど、現在はスマートフォン向けの箱庭アプリとしてリリースされてるから、興味があったらやってみてね。ピグライフ面白いよ。はい、解説ありがとうございます。あ、今日そういう立ち位置。わかんない、今急に差し込みでカンペ渡された。何も知ってるな。俺もしやってたピグライフ。解説うまいっすね。なんかね、よくやってる。なんかありがとうございます。ピグライフと申します。あ、ピグピグ、よろしくお願いします。そこまで言われちゃうと受け入れるしかないのか。ここまで言ったらね。うん、なるほど、ピグライフだったか。うん、そしてだったかじゃないでしょ。ゲストがはい、アルツハイマーです。よろしくお願いします。アルツハイマーです。お願いします。お願いします。いいっすね。はい、前住み会どうぞよろしく。はい、分量の差えぐ。もうなんかもうやばいよ。テンションの上がり下がりがえぐいよね。いや、こういう感じでいいんでしょ。でもなんかゆるい感じで、まあ、うんうんうん、あとやっぱ今日はね、なんかダウナー系が揃ったなって感じするね。いや、そうだね。あ、僕もダウナー系。いや、アルスアルマルさんわかんないですけど、うん、なんでだよ。なんか上がり下がりあるよね、アルスね。そう、ダウナーに影響されるかもしれない。いや、うちめっちゃ影響されるから、はい、今日はダウナーでいくわ。さっきそのイメージあるな。はい、せやな。あ、それじゃ今日の学習テーマ発表です。おいしょ、おいしい。悪魔デビデビデビルだよ。どんなテーマかな。まだこのグリーンバックネタやってるのか。突然ですが、まずはこちらの VTR をご覧ください。治安悪くない、なんか。スラム街に。そうです、イブラヒムはスラム街に住んでいる。一緒なんだ。まさかのね、動画を使った二次バラの回をさらに二次バラで見てる。うるさいですよ。とんでもない。二次バラの切り抜き二次バラで見てる。同じマンションで2部屋借りてます。配信用のね。あ、そうなんだ。マジで。それ配信で言ってんだっていうか。見てもらったらわかると思うんだけど、イブラヒムちゃん住環境がマジでヤバい。ということで、今回はイブラヒムちゃんを救うための特別企画。キングダムハーツって感じや。その名もイブラヒム家を借りる。おめでとう。これマジでちょうどいいわ。実は番組に届いた取材先募集のお便りの中に、不動産屋さんからのハガキがあったの。打ち込み。今回はその会社に全面協力いただいて、ライバーにぴったりの素敵な物件をどんどん紹介していくわよ。家の中に螺旋階段ある家で、いや今日は家階ですか。じゃあ家、今まであったこういう物件みたいなの。いや結構ね、工場見学が多いんだけど、物件はね、うん、あんまない。なんか一応シェルター会とかもあったけど、物件じゃないじゃん。あ、まあ、確かに確かに。講義で見れば物件か。物件見るの大好きだよ、うち。いや俺もね、見るだけで結構時間潰れません？賃貸。よく見てる、賃貸のあの、うん、YouTube におすすめの賃貸紹介 YouTuber。 見る、うん、決まっちゃうのか、ブラブラの物件が。マジかよ、ね、俺結構変化を嫌う人間だから。それでは、にじばら調査開始。VTR スタート。すみびとしてる。ついでに撮られたやつ。ありがとうございます。早速来たよ、新宿。あれも気に入り。ここに浜町こっち来た不動産屋があるんだってさ、
これなんもらった住所だとこの辺みたいね。うん、都会に住むの？都会ね、ちゃんといいビル。でっかー、でっかいビルだけど負けずにガンガン突撃しましょう。キラキラ、こんにちは。はがきで応募させていただきました、打ち込みの加藤と申します。この人がはがきを書いてくれた加藤彩香課長ね。早速聞いちゃうんだけど、来たんだと誰のファンなの？そうですね、すこやかなさんが大好きです。いいですね。言ってる人、そうちゃんの同期のファンということは虹バラのファンと言って過言ではないわね。ちゃんと持ってる。虹クイのファンやね。早速お家を探してもらうんだけど。ありがとうな。その前に。ハガキに唯一無二のサービスとかあったけど、これ何？何してくれるの？打ち込みというのが、大家さんと入居希望者が直接やり取りができる、不動産の、新しいサービスとなります。珍しいと思う。普通お家を借りるときは不動産屋さんとやり取りをするものだけど。大家さんと直接やり取りすることで細かい条件をスマホで効率的に確認できるの。まあだいたいコンプライアンスな。すげーサービスなんだろうけど、直接あんまないですね。 VTuber にも部屋貸してくれるかな。そうですね、そこも、通常だと不動産会社さんがそもそもバーチャル、VTuber のことをあんまり知らずに勝手に断ったりとかっていうのがあると思うんですけども、打ち込みだと大家さんとやり取りができるので、そこは勝手に断られるっていうことはないので、大家さんが OK と言えばそれで大丈夫です。そこも、油ゼミさんも大丈夫かと思いますのでそんな考えて間違えなくていいですって加藤さんに雑にいじられたところで早速お部屋を紹介してもらいましょう。イブラヒムさんにおすすめの物件を3つご用意しましたので、じゃあ担当の国吉から、ご紹介させていただきます。ありがとうございます。お願いします。国吉と申します。近くに早速1軒目ありますので、一緒に行っていきましょう。三国無双とかの国の字だ。それではイブラヒム家を借りるスタート。新宿いいね。今から紹介するのは新宿の綺麗な一軒家なので、イブラヒムさんにすごいぴったりだと思いますよ。新宿の一軒羨ましいな。こんな新宿のど真ん中すぐここですね。確かに防音はあんま関係ないかも。一体どんなお家なんでしょうか。俺この家に住む。幼稚園みたい。アリスインワンダーランド。めっちゃいい。これ本当に油男にぴったりか。確かに確かに。ブラブラ、はい、ぴったりだと思います。まあとりあえず中を見てみないとね。お邪魔します。あ、こんにちは。え、そうなの？こんにちは。どなたかお住まいですか？そうなっちゃうね。打ち込みでは実際にオーナーさんが内見時にいらっしゃることもあるんですね。犬連れてということで、オーナーの泉さんご一家と一緒に内見に出発。総出でね。犬まで。家族ぐるみの付き合い。すごい。いいじゃん。ここにしよう。シャレ。いやでも一軒。まず案内されたのはフロアの2階を丸々使った16畳の広々リビング。あ、でもここだった。普通に撮影したのここだったんだ。なんと100インチのホームシアターもついてるの。いいの。プロジェクト。こんだけ広いんだこの家。いやすごい。家は 7LDK ありますが、7台の、まあ、ベッドルーム。ベッドがありますから。何の部屋がある？そう、これがこの物件最大の特徴。1階だけでベッドルームが4部屋に、これやっぱレンタルスペースで貸し出ししてるでしょ。綺麗なシャワールームが2部屋、全部一式揃ってんもんね。さらに2階から螺旋階段を登った先にも壁が見えない。何部屋のベッドルームを完備るやつやん。すごルームシェア用だね、完全に。わー、でもいいな。合わせて 7LDK の大豪邸。これだけ部屋があれば配信用と生活用に2部屋借りる必要もない。イブラヒムちゃんにぴったりのお家ね。確かに部屋数も多いので、たくさん、まあ、お友達なり呼んでいただいて、まあ泊まっていただいても構わないです。全然大丈夫です。すっごい家だけど、なんでこんなに部屋多いの？
もともとこの家は民泊のやるために、ね、購入いたしました。すごいっすね、はい、たくさん人数を入れれば入れるほどやっぱ儲かるっていう感じなんですね。お前は正直だね。需要高いからね、こういう。それではここでスタジオのまゆずみちゃんに問題です。はい、この物件の1ヶ月のお家賃いくらでしょうか。50万とかしないんだって。ヒントはこちら。駅10分、はい、10分いいな。25年10分45万どうぞ。35 30万ちょいあんじゃない。でも新宿30万35 数字でボケんのはむずいぞ。100万正解は格安で46万円で今は、はい、募集しております。ぜひよろしくお願いします。はい、そうそう、分かんない田舎だからということで1軒目の物件でした。イブラヒムちゃん借りてみる。なんか俺全部いいなって思い始めそう、ここから先。全部借りよう。全部いいなって思ってずっと指加えるだけ加えて何もしないやつ。いや、そうなんだよ。俺マジで羨ましがるだけ羨ましがって行動しない。おいおい、税金対策で全部借りようや。うん、解放して。そんなに認めてくれるかな。これ本当に多分怒られる。これ使ってますか。ちゃんと使ってる。かじかれちゃう。普通に自腹になりそうだけど。大家さんと直接話せるってのは結構面白い。あ、サービスとしてそれは、ま、めちゃめちゃありがたいというか、うん、信頼度高いからいいっすね。ということで最初の物件 7LDK の豪邸、家賃46万円です。はい、安いっすよ。東映大江戸線都庁前駅から徒歩10分、シェアハウスとしてもおすすめ。都庁前駅ってのがなかなかネックではある。確かにね、少しだけね。だからそこで多分50は下るのかなみたいな。いや、もうシェアハウスしようや。誰と二次ライバー。いや、もうここをライバーシェアハウスにしてよ。いや、そうよっすよね。こんなに部屋あったらだって全部に防音室入れてさ、何部屋あるんだ。つまり 7LDK だから7でしょ。7だったわ。うん、7だと思う。まあ、バルコニーとかを部屋とカウントするならまあまだ、まあまあ、めっちゃいいやん。で、プロジェクターで大画面で映画見る。うわー、悩む。マジでショールーム2個ついてんの、すごいね。へえ、ね、じゃ階段がおしゃれポイント高くて好きだな。確かに螺旋階段家にあるってなんかおしゃれだよね。俺この間取りの図見て丸い形の階段のあんま見ないからさ、確かに確かに珍しい。どうですかイブラヒムさん、この物件借りますか借りませんか。借りまーすん言うね。あ、じゃあ借りるということで。皆様、はい、特定の物件も広くて素敵だったけど、皆様ってことやっぱり VTuber が住む物件で一番大事なのって何だと思う。ボーン、さくちゃん、わかるわよね。ボーン、ボーン、リズム枠。あ、やっぱりですね、パソコン屋さんに住むとかですからね、やっぱりね。やっぱインターネット大事だからね。 ありがとうございます。面白い。ありがとうございます。やっぱり関西の。それでは虹原追加調査開始。関西の人が一番やられたくないやつ。めっちゃいい物件だったけど、新宿の真ん中の46万の物件に BQ バラエティの MC は住んでるだけ。住みますって言ったら即バレだしね。ちょっと顔が違うじゃん。あ、そうですか。じゃあちょっとイブラヒムさんにもうちょっとちょうどいい物件の方をちょっとご案内しましょうか。もっと格を下げろってことですか。ということで中野、次の物件に向かいましょう。中野ってどこ。次は、イブラヒムさんというか、配信者の方にぴったりな物件がありますので案内していきます。配信者にぴったり。てか配信者に理解ある、その不動産屋さんはいいっすいいね。見た目めっちゃいい。次はとってもおしゃれなマンション。マンションね、セキュリティもしっかりしてそうです。早速入ってみましょう。こんちゃー、アデビル君こんにちは。いらっしゃい。愉快。勢いがひょい。オーナーの山内です。よろしくお願いします。お願いします。山内さん、山内さん、ちょっぴり度肝は抜かれたけど、とりあえず案内してもらいましょう。いや、俺こういう人好きだよ。これ開けるでしょ。ね、もう一個、もう防音じゃん。もう防音ついてる。こちらです。通りにも。どうこの部屋、いいでしょ。
よくないって言いづらい聞き方やめなさい。内込さん推薦配信者ぴったりのお家。そうだね、さっきのお家よりは手狭だけれど、お風呂一人暮らしにちょうどいい。風呂トイレ別の 1DK。 あの火が出ないやつ。そして火が出ないやつ。この物件最大の特徴は、ここの部屋は防音室になってますので音を出してもほとんど漏れないの、はいはい、でマイナス80デシベルっていう音、高架下ぐらいかな、あれぐらいの音を出しても大丈夫なお部屋。うわーってこと。そう、ここは配信者にはすっごく重要な防音に力を入れた家なの。めっちゃいいじゃん。うわー、騒いでも全然大丈夫。楽しそうだな。ということで試しにイブラヒムちゃんの配信からクソうるさい部分を抜き出して流してみましょう。そんなのついてる。すげえ。整形スーパーちょっと。ガチャ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 、うっせえなゴミがよく感じて。うわうわうわ。え、どうなるの？まず1枚ね。うるせえ。すげえ。本当に家の中なのにほとんど聞こえなくなっちゃった。これ。もちろん外や隣の部屋にも音は響かないから、楽器を演奏する人にも人気の物件なの。マンションの外はいかんな。窓30だし、ほとんど音漏れないです。まあ、今入ってる方は弦楽器の方とピアノの方と、から1階にはちょっと打楽器を置くし、ドラムの方と電子ドラムの方が入ってますね。床がねやっぱ響いちゃうから、あの防音っていうとすごくやっぱりニーズがすごくあるので、だからまあ秋が欲しかったら本当に予約をしてもらえてなかなか入れないような物件なので、ちょっと行かなきゃ。じゃあそんな人気物件の家賃教えてくれ。どうなんだろう。ちょっと高めなんだけど13万3000円。安いじゃない。でもこれだけ新しくて音漏れないからこれ絶対お得だと思う。俺15万から20万。ということで2軒目の物件でした。アリスちゃんも気になったんじゃない。気になった。えらい。ところでさ、本当ですか。こんな人気物件なんで今買いてるの。それがね、実は面白いことがあるのよ。はい、まゆずみちゃん、クイズよ、クイズ。この人気物件、なんで今空いてるんでしょうか。なぜよこれ、面白いことがあるんでしょう。大家さんが俺たちのためにあげてくれた。正解は、わざわざ。これちょっと絵がかかってるでしょ。これ楽しみになってた。これ見て。何があった。正解はドアにバカでかい穴が開いているからでした。これ一個前も二次三次ライバー住んでるだろう多分。それで今たまたま開いてるので、イーブラッシングさんここぜひどうぞ。あ、何何何ですか。新しいパターンです。すごいパターン。はい、はい、前まで頭突きしたのかやっぱり。俺たちのために穴を開けてくれてたのか。じゃあ穴でっけえな。いや、わざとじゃないですよ。はい、ということで2番目の物件、楽器も使える防音室 1DK13万3000円、JR 中野駅から徒歩10分、防音はもちろん宅配ボックスとか24時間ゴミ出しもありがたい。あー、それいいっすね。ゴミはいつでも出せるの。やっぱ生活リズム終わってるじゃん、うん、俺たちって。入居までには修繕が入るとのことだそうですよ。さすがにね。そのままなわけないでしょ。よかった、ああいうもんなのかと思った。いやいや、真似すぎでしょ、クリーニング。いい物件だったと思うけどね。配信者向け特化って感じで、うん、うん、本当になんかいいと思うけどな。うん、俺トイレ個室がいいのと、うん、あ、はあはあ、うん、洗面台ついてるもんね、トイレと。そう、広さが、うん、若干ちょっと狭めか。40平米は欲しいかな。なるほどね。え、でもスタジオ用だったら別に。いや、そうなんですよ、別にスタジオのためだけだったら全然問題ないけど、うん、なんか最近2部屋借りてんのめんどくせえなって思い始めて、あ、でかい一つの部屋に、ま、家にまとめたいなみたいなのもあるってなったら40結構手狭かもしんないよ。次がいよいよ最後の物件よ。どうなんだろう。アリスちゃんだったらどんな家がいい。でかっ。どんな家？クソでかい家がいいよ。おお、あいつでも下げる。藤原追加調査、おかわり。なんかに、あれだね。ルバガちゃんの。最初から嫌だったけど。撮ったのよ、俺。最初にあのでっかい一軒家見ちゃうとな。10万以内で、都内で一軒家とかないの？そんなまさかあるわけ。そうですね、都内で一軒家で。10万円以下ですね。あ、変わりました。誰もが住んじゃうよ。行きましょう。じゃ
なんで開いてるんだったら。あるみたい。あるんすか。辺境の地じゃないのでも大事な物件行ってみましょう。確か、はいはい、板橋区って左上の方だ、ね、池袋が近い。やってきたのは板橋区の住宅街。10万円以下の物件や。どんなお家なのかしら。思い出す、お経を思い出すぜ。こちらになります。わあ、おばあちゃんちょっとなんだろうね、おばあちゃん。奥ゆかしい。物件はすごいね。オブラートに包んだね。確かにちょっとだけインパクトがあるお家だけど、大事なのは中身。行ってみましょう。あ、こんにちは、大家の池田です。よろしくお願いします。こんにちは。池田オーナー直々に案内してもらうわよ。ここ一応 5.5 畳あるんですが、畳も古かったので畳の表替えと網戸をちょっと新調したりとか、エアコンを新しく設置させていただきました。ここが1階のキッチンになります。あの一応床とかこのキッチン等は全部新設して住めるようにしました。照明は自分で、あのちょっとおしゃれなものを全ての部屋つけさせていただきました。リソリで買ってそう。確かにちょっぴり古いお家だけれど、生活に必要な部分はしっかりリフォームされてるわね。大工座り。あ、でもオシレットはいいね。トイレ個室だよ。階段を上った2階には仕事場にちょうど良さそうな 4.5 畳の洋室。綺麗だね。いいな。収納にはなんかちょっと可愛いトマトのシールも貼ってあるわよ。ライトの色が黄色で、ここが6畳の和室です。ちょっと自分としてはすごい気に入った部屋なんですが、ここあのすぐ板橋区の植物園が目の前にありまして、あの本当緑が綺麗で風も爽やかに吹いてるので、ちょっと癒される場かなっていうのはあります。ちなみにお家賃っておいくら？今のところ現在8万5千円で出しております。で管理費とかも0円。昔の作りだからこその大きな押し入れで収納も安心。はい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 。これで8万5千円ならかなりいい物件じゃない？俺結構好きだな。安いしいいなって思ったけど、うん、正直ちょっと内装とか古くない？あるよね。一応 DIY 自由物件ということで、あの住んでもらった人が好きなように改修とか改築していただいて全然構いません。それはバカか。そう、これがこの家の特徴。DIY 自由物件。サイコパスだな。壁紙や床を張り替えるのはもちろん、防音室に改造したり、極端に言えば壁をぶち抜いて1階を丸ごとリビングダイニングキッチンに作り替えちゃっても全然大丈夫だったりするの。へえ、いいんだ。イブラヒムちゃんの建築センスをリアルでも発揮するチャンス。さらにこの物件、もう一つ驚きの特徴があるの。住宅を10年住んでいただければ、あの住んでもらった人にあの差し上げるっていう活動をしてますので。え、持ち家にで借りとくだけ借りとこうかな。う、10年でしょ。10年住むと家賃はおよそ1,020万円。この額で都内に一戸建てが買えちゃう。とってもお買い得な物件なの。イブラヒムさん、東京で一国一城で持ち家を持ってみませんか。お待ちしてます。10年、まあ、別に住まなくても3軒目の物件。そう、どうだった？イブラヒムちゃん、いいんだぞ。思い切って買っちゃわない？どうすかね。いや、掘り出し物みたいな物件、そう、今の感じね。駅近いのかとか、まだまだ面白いお家いっぱいあるんだよ。その他にも口コミでしか出会えない掘り出し物の物件もありますので、イブラヒムさんもぜひさっきの3件以外ですね、いろいろ探していただければと思います。まずは打ち込みで検索してみてください。検索検索。はー、今の物件が東武東上線下赤塚駅徒歩20分。はいはい、徒歩20分。カスタマイズ自由、10年住んだら持ち家に。築51年の 3K 一軒家8万5千円ということですね。イブラヒムさん、買いますか？はい、買えませんか？買いません。ないよ、もっと考えて。 DIY だよ。徒歩20分、めちゃめちゃいい感じのね。こういうの好きな人もいっぱいいるだろうし、うん、まあいい家なんでしょうけど、うん、何はダメなんや。遠いっす。
です駅から20分はちょっとなんか乗り物持ってないと厳しいだよ な, いだよな。で俺別に免許持ってるから車とかもね、乗れるけど、そうなんだ、多分、なんか周りの風景見る感じちょっと駐車場遠いのかなっていう。そうだね、なるほどね、めっちゃ考えてガチじゃん。俺にはハマんなかったかな。いやそう、駐車場作っちゃえばいいじゃん。もういやもうどういうこと一回全部どこに一階を壊して、一階全部ガレージにして二階にするってこと。玄関だけで、ね、どうやって入るんだ よ, そうよ、もう出れないっすよ。まあでも本当にいいサービスだと思いますけどね。今日の二時三時の B 級バラエティはこれでおしまい。皆様お勉強になりましたか？なりました。打ち込み。ためになりましたね。ちなみにですね、今回紹介した物件、放送までの間に契約が決まっちゃう場合もありますので、確かに視聴者の皆さんは打ち込みで自分にぴったりな家を探してくださいね。とのことです。はい。丁寧にありがとうございます。任せてください。いやどうでしたか？やってた2人番組一瞬で終わったな、ちょっとゲストでね 初だと思うんすけど、どうでしたか？また呼んでください、ね、一本取り寂しいよね、うん、てかそもそもイブラヒムはさ、はい、引っ越し欲求あるの？まあどっちでもいいんすけど、変化嫌うんで。どっちでもいい、変化嫌う、まあ今の家もいいんですよ正直。かっこよく言うんだね。はっきりしてほしいよね、どっちでもいいとか。まあ、まあ引っ越したいっすね、お正直ちょっとまあ6割引っ越したいよりかな。へえ。じゃあ1軒目だな、うちの市は1軒目だな。3個の中なら1軒目が一番グッときたけど、うん、一軒家虫出るくね。あとゴミ出し問題ね。それね、うん、一軒家もね、まあ、多分その一軒家が集結してるだろうから、うん、その場所でねなんか出さなきゃいけない場所が決まってるんですけど、社会性ゼロには無理だな。無理かな、マンションじゃないぞそうだよね。じゃあそういう物件を打ち込みで探そう。探そう案件配信検索検索検索あれ